ホセ・ロペス・ポルティオ・ヨ・イ・パチェコは、メキシコの政治家。1976年12月1日から1982年11月30日まで、メキシコ合衆国、第51代大統領を務めた。ロペス・ポルティオヨは1920年6月16日に、メキシコシティで生まれ、メキシコ国立自治大学の法学部を卒業後、 1959年に与党である制度的革命党に入党して政界に入った。グスタボ・ディアス・オルダスとルイス・エチェベリアの2代の大統領の下で閣僚を歴任し、1973年から1975年まではエチェベリア政権の下で財務大臣を務めた。1976年には制度的革命党の大統領候補に選ばれ、 選挙に勝利して、同年12月1日に、メキシコの大統領に就任した。ポルティオ政権は前エチェベリア政権の政策を基本的に踏襲し、メキシコの関群で、アメリカ合衆国、日本、西ドイツなど先進国と、インド、中華人民共和国、ブラジルなど発展途上国の首脳を集めて、南北問題を議論する。 初の南北サミットを主催して、エチベリアと同様に、第三世界のリーダーの一人として振る舞った。1976年の財政危機後にモンテレーグループと呼ばれる、企業仮想との関係を改善させつつ、歴代政権のやってきた、国営企業重視の姿勢は続け、さらにメキシコの国営企業の中核であるペメックスの経営は、オイルショックによって好転したため、 当座の危機を免れることができた。石油価格の上昇は、メキシコ経済を成長させ、さらに、タバスコ州とチアパス州において、新油田が発見されたこともあり、メキシコ経済は、成長を続けた。石油収益を基本に、ロペス・ポルティオ政権は、野心的な経済開発を進めたが、これにより、政府借款が急速に増大していった。 1981年に石油価格が暴落するとメキシコの財政はたちまち行き詰まり通貨メキシコペソの暴落によって借金の主な引き受け先であった外国銀行は融資を拒否するようになったこれに対しロペスポルティーヨは1982年9月1日に銀行の国有化を発表したが根本的な解決とはならなかったロペスポルティーヨは 公認に、同政権の企画予算大臣だった、ミゲルデラ・マドリウルタードを指名し、デラ・マドリウルタードが当選すると退任した。1978年10月に夫人と共に、国賓として来日、天皇や福田首相と会談を行った、大議菊花大受賞を受賞。ありがとうございます。